こんにちは、速稼塾の久保です。今回は高級石焼き芋さんにモノモスシリーズ第1話から第4話まで、そして、終了した時のねご挨拶動画までいただきまして本当にありがとうございました。これからもね、どんなメッセージ、そして動画の質問、その他お電話訪問すべてねしっかりとお答えしていきたいと思います。まあいろいろとね悪ふざけも過ぎますし、勘違いすることも多いと思いますけども、一つ一つ私も自分のことを知る上でも皆様のことを知る上でも回答していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、今回は東京というキーワードと掛け軸、こちらの方がどこにあったのか判明しましたので、検証動画と私の素直な気持ちをお届けしますので、この後の動画もご覧ください。それでは失礼します。はい、今回ね高級石焼き芋さんに東京という掛け軸について、分かりやすいキャプチャー動画をいただきました。確かにね、私の YouTube チャンネルのトップページ、これ、東京って書いてますね。で、これ思い出しました。なんでこの掛け軸の映っている画面を使っているのか。これはですね、まずはこれ、山口県にオフ会で行った時に、お蕎麦で作ったお寿司、巻き寿司っていうのをいただいたんですよ。で、そこのお店が東京亭っていうね、定食屋かなんかだったんですね、東京亭。で、その座敷の方でいただいたんですけども、そこにかかっている掛け軸が東京というのがちょっと見えてるんですよね。それを、記念写真撮ったのを、たまたまですね、ここにはめたんですよ。ですんで、高級石焼き芋さんが分析されたようなことではなかったんですけども、確かになと、高級石焼き芋さんの言われるような意味を込めても、なかなか趣あるなと思いましたんで、これからですね、高級石焼き芋さんが言われたように土屋塾の名前を出さずに、でも東京を一つの聖地と崇めて東京ということをここにねつけてるんだよということを、ちょっとね意味添えさせていただきます。すいません、すごくね高く評価していただいて恐縮なんですけども、たまたま撮った写真をここにはめただけっていうのが真相ではあるんですよ。はい、恐れ入ります。で、今回ねもう一点ちょっと気になることがありましたんで、高級石焼き芋さんにアンサーさせていただきます。それはですね、ここなんですよ。左下、このね私のチャンネルを登録してくださってる下に、多分これメンタリスト DAIGO さんのチャンネルを登録してくださってるんじゃないですかね、これね、このね私とメンタリストが DAIGO さんが並んでるっていうところが、高級石焼き芋さんありがとうございますみたいなね、たまたまかもしれませんけども、あ、嬉しいなと思います。実はですね、メンタリスト DAIGO さんと、私久保哲郎を並べて評価してくださる方っていうのはね、似てるなとかね、考え方がすごく共通点があって、久保さんの動画もメンタリスト DAIGO さんの動画もよく見るんですみたいなことね言ってくださる方が実は他にもいらっしゃるんですよ。いや、非常に恐縮であるのと同時に光栄だなと思っております。私もね DAIGO さんの、動画を見ることもありますし、いろいろとね学ばせていただくことが多いです。そういう意味ではですね、やっぱり心をこう何か一つにしてっていうんではないですけども、同じような方向を向いて、塾生さんやね、高級石焼き芋さんはじめとする速稼塾塾生さんや動画の視聴者さんといるんだなと思うと、さらにさらにですね、ちょっとがあったかい気持ちになります。ありがとうございました。今回の動画は以上です。本当にね高級石焼き芋さん、モノモスシリーズ他様々なシリーズ、非常にね私にいろんな思いを傾けていただいたんだなということを感謝しております。これからもよろしくお願いします。では皆さんもこれからも高級石焼き芋さんの動画の方チャンネル登録してね、ぜひご覧いただけますよ、よろしくお願いします。では失礼します。